じゃあこれを今日は作ります。ホイコーローですかね。ホイコーロー丼にしようかなと思います。できました。ホイコーロー丼ですね。目玉焼きのっけてみたんですけど、今日はこれをいってみたいと思います。いや今日も暑いっすよ。本気うまい。じゃあ今日はホイコーロー丼行ってみます。暑いと何食べたらいいか本当に迷いますよ。飯田橋になんて店だったかな、このホイコーロー丼がめちゃくちゃうまいとこになって、町中華なんですけど、飯田橋で働いてた時はよく行ってましたね。結構量ボリュームめちゃくちゃ多くて、そこ行くとホイコーロー丼か味噌ラーメンを食べてる人も多かったですね。なんとか飯店とかでしたかな。その時から僕はホイコーロー好きになりましたよ。卵終わってそこのホイコーロー丼にも目玉焼きが確か乗ってたんですよ、半熟のが。また行きたいな、久しぶりに。思い出の味ですよ。では最後に、今日めちゃくちゃ暑い。今日も蒸しますね。かなり分身が出てて、久しぶりですよ。分身法はタガラジェンヌですね。飛び降り、このままでは第二のアリアキーが生まれると。あ、そういえば今日ニュースやってましたね。今日から空組のね、始まって、まあどういう話になってんのか、1時ぐらいからやってるんで、再開にあたり劇団は出演者スタッフの心身の状況を考慮し、十分な準備期間を確保した上で確実に公演を実施できるという判断に至ったと。歌劇団は責任を負うべきは歌劇団である。空組を応援している女性、楽しみという気持ちはない、素直に感動していいのだろうかと複雑な思い、大好きな空組で何があったのか、この後どう応援するのかを考えたくて確かめに来たという。今後空組のファンになる人たちに正確に伝えるためにもしっかりと見たいと。そうなると明日いろいろと、まあ、今日の後ですかね、出てくるんですかね話、まあ、その前に今日の週刊文春なんですが、まあ、このままでは第二の飛び降り事件が起きる。なぜならば全く改善されてないって話ですね。株主総会では全ての問題が解決したら、スミさん、あなたホールディングスの取締役を辞任してください。安全第一の鉄道事業を営む会社がこのような事件を起こしたのは恥ずべきことだというふうに糾弾された。劇団は株主総会でもスミ会長は二度とこうした問題を発生させないよう一丸となって再発防止に全力で取り組んでいると。しかしこれは実は現場のことを分かってないって話ですね。まあ一番の問題はやっぱり新人公演らしいですね。新人公演が諸悪の根源だと指摘している。いっそのことなくせばよかったと思いますよ。劇団が現場の私たちの状況を把握していないために改善が全て裏目に出ていると。その上げ下げも未だに行われているってことですね。私もプロデューサーや演出家のいないところでフェルマータされて、まあなんか囲まれるやつに死ね、退団しろ、常に生きててごめんなさいっていう顔をして生活する、これすごい話だねと言われる。まさに人権がない生活ですと。指導の名のもとに行われている熾烈なパワハラ、先輩からのパワハラが原因で過呼吸の症状が出たこともあります。公演中に過呼吸になって病院に運ばれた人もいます。しかしこうした上げ下げの規則は星組、ね、規則にも定型文付きで明記されているんですと。なんでこの上げ下げって必要なんですかね。町風明は上げ下げの必要な指導だと主張して変えようとしなかったと。結果的にこの人今、訴えを起こしている人は上げ下げの規則に今も縛られている。最後に A さんは苦しい胸の内を明かす。私も受験生の頃はたくさん出番が欲しかったので、入ってみると毎日が辛く、出番が少なくあってほしいとさえ思ってしまいます。あ、出番があると結構大変だからって話。今でもギリギリの精神状態で死にたいと口にする仲間もいます。変わらぬ状況を知ってほしくて今回声を上げようと決めました。
このままで第二の飛び降り自殺事件が起きてしまう。本当に改革を行おうと思うのであれば、もっと私たちの現場のことを見て、上辺だけではない改革を練ってほしい。劇団の改革の本気度が今改めて問われていると。まあ多分今回のこの空組の再開に対して合わせて訓示を出してきてるんだなっていうふうに、まあ単純にそう取れますが、この告発がパッと見た感じだと、そうですね、あまり具体例がないわけですよね。誰がやった、彼がやったっていうのが、通常文春ってあるじゃないですか。名指しで行くんだけど、今回は名指しをしてないってことは、今後どういうふうに持ってくるのかなっていうところが見ものですかね。何を文春を考えてこの記事を今出してるのか、これをまた連続してまた問題提起をしていくのかっていうところは、ちょっと今後見ていきたいなと思っておりますけど。